質問来てた。インドのトイレ事情気になります。左手しか使わないと昔聞いたことがあります。うん。百聞は一見になんとやら、うちのトイレをお見せします。一般的なトイレだと思うんだけど、一応ここにトイレットペーパーをつけれるホルダーがあるんだけど、基本的にインドのトイレではトイレットペーパーがないことが多いです。じゃあ用を足した後どうするのかっていうと、このホース、これを使って洗い流すことが多いですね。水圧めっちゃエグくない？トイレットペーパーの代わりに水で洗い流す。普通にこのホースがついてることが一般的なんだけど、ないタイプの家とかトイレとかあるんだ。で、その場合はどうするかっていうと、バケツに水を溜めて、そのバケツからこれで水をすくって、これを使ってうまく洗い流す感じになります。トイレ2つあるんですけど、こっちにもトイレットペーパーを使わない。じゃあ洗うときに、左を使うのかどうかっていう話なんだけど、人によるとしか言えないね。例えば僕の友達に聞いたところ、手を使わないで、この水圧だけで洗い流しちゃうよっていう人もいるし、ちな、僕は断然手を使って洗う派です。これになれるとめっちゃ良くて、トイレットペーパーなんかよりもよっぽど綺麗になった感覚があって、ハマる。もう俺トイレットペーパーには戻れない。みんなもぜひ試してみてね。